ケミチャンネルです、今日はあるものが届きましたので、ちょっとそれの開封をしていきたいと思います。まあ今実はこれ撮ってるのは夏なんですけど、夏に夏のものを買うではなくてですね、夏に冬装備のものを買っていくというスタンスにした方の方が、意外とセール品だったりとかっていうのは大幅に、金額を下げてくることがありますので、夏に冬の装備を揃えていく、まあちょっとそんなことをですね、最近考えるようになりまして、今回これは冬装備です。そんな中で頼んだのが、このマークを見ていただくと少しピンとくる方はお見えになるかもしれませんが、薪ストーブを買ってみました。私もう何年かずっとキャンプやっておりますし、まあソロやり始めて4年5年ぐらい経ちますかね、経つんですけれども、薪ストーブはまだ一度も手を出したことがありませんでした。ただまあちょっと憧れもありましてですね、今回手を出してみた次第です。で、先ほどのこのマーク、ポモリーというメーカーで、注文しまして、約1週間ちょっとぐらいですかね、かかって届きました。薪ストーブの紹介の動画っていうのはたくさん上がってますのでね、いろんなもの、皆さんも薪ストーブが欲しいなと思われた時は参考に、ね、見ていただく方が絶対いいと思いますので、私もたくさんそういった動画を、見させていただいて勉強させてもらってですね、できれば、何個も何個も買うということは避けたいなと思ってですね、失敗は避けたいなということなんですけども、結局選択したのはこのポモリというところのものでした。まあとはいえですね、まずは開封してみましょう。こんな感じに箱の中には収まってました。見ていきますと、これがカバンですね。はい。そしてこれがいわゆる煙突です。もうここでお分かりだと思いますが、折りたたみ式のものを買いました。まあソロだということと、なるべく軽量にしたいということ、まあ比較的野営が多いですから、持って歩くっていうことが楽な状態を作りたいと思いまして、折りたたみのものにしました。これがあんまり触りたくないですけどね、これ。はい。なんで触りたくないかというと、これチタンなんですね。なので、綺麗なブルーが出てもらえるといいなという願いも込めて、あまり素手では触らないようにした方がいいのかななんて思ってますが、説明書でしょうかね。見事に全て英語です。
ちなみに今回買ったのは、ここついてるかな。あ、ついてないかも。あ、ついてないですね。今回買ったのは、このカタログについている、この T ブリックのミニというものを買いました。はい。で、まあ、お決まりの手袋ですね。はい。で、あ、これも触りたくないな。できれば。簡単に、やっていきましょうか。はい。よいしょっと。こんな感じでですね、収まってます。はい。手袋してみました。そして、これが本体です。わあ、ちっちゃいですね。結構ちっちゃいです。厚さはこんな感じですね。うん。あ、表面か。これがガラス、八角窓のガラスの側面と、一応聞いてる限りでは二次燃焼が発生すると言われている側面、側板ですね。私は今回の窓ガラスのやつは二面にしました。入り口のところのちっちゃな、ガラスですね。のやつと側面につくだけの、二面だけをガラスのものにしました。まあ三面のものもいいのかなと思ったんですけど、そこまで、全部が全部っていうのも少しリスキーかなと思いましたし、当然ガラスになれば重さも負担かかりますので、二面までとしました。で、これが、天板ですね。ホモリって書かれてます。これが天板。で、ここにちょっとしたものがこう仕掛けが施されているんですが、こういう状態になるわけですけど、まあ、薪が燃えると、まあ、ちょっと上に上がるんですけど、まあ、ここで、上がった炎、それから熱気ですかね、を、吸収する形になっている仕掛けなんだそうです。ちょっと詳しく私もわからないんですけど、それによってより天板を厚くすることができるという仕掛けがこれにはついているというふうに、ホームページとかでちょっと確認しました。はい。では次が側面ですね。これね、このままですか。こういくわけですね。
こんな感じです。またこいつをここにつけるんだと思います。こういうことかな。ダンパーがあります。いわゆるスパークアレイってやつですかね。ってなのが一式になってます。これは多分ダンパーの下のところにつけるやつですね。で、火力を調整するやつだと。私的にはいい大きさですね。はい。とりあえず今日はですね、開封の儀式だけちょっとやってみました。はい。次回はね、ぜひ使うところを撮ってみたいと思いますので、またその時まで。一回収めてみました。こんな感じです。こんな感じで収まりますね。